恋の港町聞いていただきました。ですね、今日港町さんは、重大発表があるというふうに大げさに言うてしたんですけれども、大きく分けて3つほどお知らせがあります。3つもあるんですよ。いいことが2つと、ボーカルやめないです。いいことが2つと悪いことが一つかな。どっちから聞きたいかな。どっちも、まあ、そう、どっちもね。そう大したことないね。まだあと10年ぐらいあるかな、定年。あ、港町定年とかあるの？あるよ、あるよ。入った途端脱退しなあかん人とかも出てくるかもしれんな。そしたら、じゃまず一つはですね、インディーズジャムという、なんだあれ、レーベルか、インディーズジャムさんというレーベルから、出ます。8月25日発売のオムニバースアルバムに、1曲収録されることになりました。よっ、そんなこんなで、いちご粒って何や、いちご粒の名前じゃないですか。8月25日のやつちゃんと喋りな、やって、知らんかった。一緒に出るの？なんか入ってるらしいよ。あら、ちょっと待って、これは大変ちゃう？奇遇じゃないの、もう。そんな感じでですね、業さんお金かかったよね。ねえ、業さんお金かかったね。もうレコーディングはそう、急に決まったんでね、もう2週間ぐらいで撮らなあかんっていうね、強行スケジュールで、ね、頑張ってたんですけれども。そうそう、ね、藤川家と北家大変でしたね。もう家庭、そうなんですか、家庭内が。深夜にやってたんで、はい。はい、ほんまに、うん、みんなでもあれやろ、みんな家庭持ちの人やろ。 そうか他の人も。、はい、それでですね、8月25日発売なんですけど、
全国発売で、あとさっきもしかしていちごのつぶさんその話したんや。あ、じゃあ同じです。はい、iTunes なんちゃらで配信があったりとか、なんか着歌とかもあるらしいんで、また詳細は書きますんで、それがですね、港町は1曲だけなんですけど、2200円するんですけど、買ってください。あとなんだ、ネット販売の方も買ってください。で、ちょっと大人の事情により、港町から買ってください。タワーレコードとかでも売ってるんですけど、大人の事情により。あ、そうやね。はい、本人、このバンドさんから買うた方が、いちごの粒さんから買うとか。いや、でもいちごの粒さんも入ってるっていうことは、ね、みんないちごから買った。いちごの粒さんがじゃあ完売したら、港町でも買って。いや、2枚買ってもらったらいいか。いや、もういちごの粒さんだけに、ね、みんな買ってもらったらいいと思います。そんな感じで、次回のライブで港町は販売しますので、港町から買ってください。でよかったら、タワーレコードでも買って、港町でも買ってください。なんか言うてんで、いちごのトロさんでも買ってください。ハワイアンかなんか言うてんで。ハワイアン。それまだ話の流れがあるんや。ガンダーラ、ガンダーラ。まあ、言います。それは皆さん、ガンダーラ。はい、それは3年目のジンクスが入っております。はい。それでね、この次の曲は3年目のジンクスをやるんです。はい。あとCD、 今日500円の3.5曲ぐらい入った CD が、先ほどの恋の港町が入った CD も置いてますので、それもよろしくお願いします。で、ちょっと悪いお知らせ最後でもいいかな。でですね、こちらのオムニバスアルバムの発売がですね、次回ライブが9月の18日土曜日に、そちらの中津警部さんで、港町ワンマンライブをさせてもらうことになりました。イエイイエイ。何やなんて、9月18日ワンマンライブあんねんで、ワンマン、はい。そちらの中津警部さんでワ ワンマンライブを行います。それで最後、残念なお知らせなんですけど、そちらの9月18日の警部のワンマンライブで、こちらのチャビンさんが脱退することになりました。それが残念なお知らせなんです。うせやろって言う、うせやろって順番に一人ずつ抜けていって、私だけ残るの。そうそう、みんなボーカルをクビにするって言ってるけど、みんなから抜けていく。そう言ってはずなんや。あ、そうか。そうしようか。根性悪いね。そんな、はい、そんな3つのお知らせなんです。そのわけで、ね、ぜひ京都もう一回ですね、チャビンさん ね一緒にやろう。チャビンちゃんありがとうね。はい、ね、例のバンドまたやろうね。どれやろう。はい、ソフトボール大会また。そんな、あ、ソフトボール大会ね。むっちゃうまいですよ、野球むっちゃうまい、うん、そんな感じで、絶対ユニフォームで来るからね。とね、フライヤー作ったんですけど、先に配ったらライブの前に全部バレちゃうなと思って、そのわけでみんな1枚ずつ取って後ろに回していってください。ほら、一番後ろの人後で回収するんで、残りのやつ預かっといてくださいね。すいませんね、もう配っていただいて申し訳ないですね。なんでもないやん。おびおび配れ。こっちの方もお願いしますね。はい、それぐらいかな。お知らせは。はい、ちゃんとやってくれてんや、おびおび。そのわけで、最後の有事を見送りに来てください。9月18日、中津警部、よろしくお願いします。